UFC のバンタム級チャンピオンのアルジャメイン選手と練習させてもらいました。お、やってまつしいたに、ね。UFC のランキング6位の、メラブ選手とめちゃめちゃ仲良くさせてもらってて、で、そのメラブとアルジャメインがめっちゃ仲いいみたいで、で、僕が一緒に練習したいっていうのを伝えたら、なんと呼んできてくれまして、で、今日、練習をしました。で、まずね、グラップリングをね、やってもらったんですけど、えぐいぐらい強かったですね。めちゃめちゃ強かったですね。5分、1ラウンドしかやってないんですけど、1本決められてしまいました。なかなかね、そんなに取られることないんですけど、やっぱ強いなっていう。ただね、体重がね、めちゃめちゃでかかったんですよね。なんか聞いたら、今77キロあるとか言って、僕より10キロ以上重いっていうのはありますけど、でも、マジでそのレスリングの技術とか、寝技の技術っていうのが、すごく高くて、結構やられましたね。で、まあ、その後にキックボクシングはね、スパーリングもまあ軽くやったんですけど、まあ、キックボクシングっていうと、まあ、めちゃめちゃ強いっていうのは感じなかったんですけど、やっぱレスリング力、寝技の決めっていうのは、マジですごいなって思いましたね。これがチャンピオンかっていう。でも、自分の目指してるところというか、自分の目指してる選手と実際に組んだりとか、スパーリングをできたっていうのは、めちゃめちゃ自分の中で収穫になりました。で、まあ、今後もね、まだあと2週間ぐらいは僕はこっちにいるんですけど、その間で、練習できるときあったら、またやりたいと思う。アメリカの練習で一番強かった人とかいますか？アメリカの練習で一番強かった人はやっぱ、先ほど、話したアルジャメイン選手ですかね、やっぱり。やっぱ他にもでもね、強い選手はたくさんいますね。今、僕の行ってるジムにも UFC の選手が3、4人、本当かな、いるんですけど、やっぱり強いっすね、みんな。メイウェザーがミット持ってくれるから、持って、なんかいろいろ、俺にアドバイスをくれるから、まあ、それも YouTube 撮っていいよみたいなことを言ってくれて で、待ってたんですけど、まあ全然違う展開になりまして、なぜか、そこのメイウェザーのジムの選手とスパーリングをすることになりまして、ああ、そちらもね、ちょっと YouTube に撮ってるんで、詳細は YouTube の方で見てもらいたいんですけど、マジですごい展開になりました。なんかめちゃめちゃそのメイウェザーのジムで期待のホープって言われてるスパーリングをしたんですけど、ボクシングスパで結構やられましたね。うん。強かったっすめっよ。ちゃ強かったね。やられて今顔とか結構腫れてると思うんですけど、これ見えるかな？あざだらけだもんね、まあこれは肉そのが。ボクシングだけじゃなくて練習でもっていうのはあるんですけど、まあでも本当にね、貴重な体験をもらってます。やっぱり、なんか自分から行動していくのってすごく大事だなって、今回ね、アメリカに来て感じてます。今回はちょっと特別なことが起こりすぎてるんですけど、やっぱり、これもアメリカに来てなかったら、なかった話だと